皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ニコリンゲーム正直屋のニコリンです。本日はこちらのゲーム、騒乱の誓いブルーオースについてのシステム面の紹介と、まあ、個人的に強いなと思う戦記キャラクターですねの紹介、そして最後の方にちょっとだけガチャを載せていきたいと思っております。まずこちらですね、騒乱の誓いブルーオースというもののゲームシステムの説明をさせていただきたいと思います。皆様がねブルーオースする上でね、気になるな、やってみたいなという方のために説明させていただきたいと思います。まずこちらですね、ジャンルとしましては 3D 戦記リアルタイム回戦 RPG ということで、まあこちらですね、ゲーム自体は、お、加賀さんが喋ってるね。ちなみに自分のキャラクターは加賀さんです。こちらのゲームはですね、中華人民共和国に本社が置いてあるゲームになるんですけれども、中華圏での主な緑章はね、官営室という風になっているそうです。日本だとね、香港に本社を置く会社からね、リリース、本日4月7日にリリースされています。まあこちらのゲームね、どんなものかなと言いますと、まあ2013年にね、日本だと艦隊コレクションというものがね出て、皆さんご存知だと思います。カンコレと似たような感じの感染擬人化美少女化のゲームとなっております。まあ、中国製のね、日本に進出した感染擬人化ゲームとしては確か5タイトル目だか6タイトル目になっていると思います。で、サービスにね関わらず日本の声優をキャスティングされて、日本語でね音声収録されているっていうのがありまして、声優さんはめちゃくちゃ豪華となっております。まあ大体ねいろいろあるんですけれども、似たようなもので言うと他にもあるのはね、いろいろゲームがあるんですけれども、まあやっぱり一番似てるといえばカンコレ、そしてアズルレーン等々が人気なものとしてはなるんじゃないのかなというふうに思っております。そしてこの今回のねブルーオースの世界観としましては、まあ、ブルースフィアと呼ばれる世界で繰り広げた戦争が終わった後ですね、オースエネルギーと呼ばれる未知のパワーが海に集まって、そのエネルギーを開発運用する技術で戦記、まあ今でいう加賀さんとかね、こういう方たちが生まれたというふうになっております。まあ、それが発端ですね。で、そのブルースフィアの運命がね、戦記と彼女の率いる指揮官、まあ我々プレイヤーに手によって委ねられて戦いが行われていくというふうになっております。まあ艦士としてはよくあるんですけれども、空母、軽空母、巡洋艦、軽洋拳銃、軽巡艦ですね、軽巡艦、駆逐艦、工作艦、まあ工作艦はまだ今使えないんですけども、これらがね今なっております。簡単にね戦闘システムも後ほど説明させていただこうと思うんですが、まずね当たりキャラ何かなっていうものを紹介させていただきたいと思います。まあ今簡単に見ていただきますとね、自分は事前の登録ガチャで加賀さんが好きなので加賀さんを選んでおります。まあ加賀といえば空母なんですけれども、大体に今強いと言われているのが、まあ主に駆逐艦ですね、駆逐艦が強いと言われています。まあ突出してあげますと、まあ夕立とか吹雪、このあたりが強いと言われております。まあ、夕立が強い理由としましては、まあ、このゲームで魚雷がかなり強いんですよ。魚雷のダメージがかなり強いので、まず魚雷が強い。そして駆逐艦は魚雷が得意というところになります。特に夕立に関しては、まあ、魚雷発射した後に、まあ、一定の確率で魚雷を補給できるということになるので、再攻撃が可能になるというところが強いと言われております。あとは、まあ、夕立なんかで言うと、接近した状態でね、戦闘スタートできるスキルというのを持っていますので、接近するまでの間時間がかからない、そして近くで攻撃ができる、魚雷も撃てるということで、開始から自分に有利な状態で戦うということが得意となっております。例えば吹雪ですね、吹雪も魚雷を一発多く持って戦闘開始できるというものが強いですし、中距離から砲撃可能のスキルというのも持っておりますので、かなり強いのではないかなというふうに考えております。だいたい今のところ駆逐艦が強いと言われておりますね。まあ加賀はね自分が好きだから選んだというものになっているんですけれども、まあ加賀としましてはね、まあ索敵段階での
航空攻撃の威力が高いということがかなり強いと言われております。こんな感じでね、 3D にすると動いてくれます。今では得意料理よ。ちょっとセリフ聞きましょうか。可愛らしいよね、こうやって動くとね。しかし加賀といえばね、あの初回の制限は強いんですけれども、海域に入ってから100秒間だったかな、経過するとダメージ補正が解除されてしまうということがありますので、ボス単体の討伐クエストっていうか、まあ出撃クエストかなにおいては強いと言われております。まあ実際ね、もちろんあの今までの他のねゲームに比べてそんなに違いはないと思うんですけれども、自分の好きなね艦隊の女の子を使っていくのがこのゲームの一番の楽しみなのではないかなと個人的には思っております。じゃあシステム紹介と称しまして、一つね戦域に行っていきたいと思います。まあ今回海域になるんですけれども、今自分はねレベル20まで加賀を育てて、ストーリー進めるためにオークランドも15以上までレベルを上げていますが、一戦だけやってみようと思います。まあどちらかというと戦闘システムはねこんな感じでストーリーが進んでいくんですけども、戦闘システムはカンコレアーケードに似ているような感じになるのかなというふうに思います。まあカンコレとかねアズルレンとはちょっと戦闘システムが違う感じになってる、ね、こんな感じで左右で動かすことができるんですけれども、まあ今ちょっと索敵航空ってあるんですけども、こちらは条件を満たせば加賀さんの索敵航空が使うことができます。作戦時間1、砲撃戦残り時間80というふうになっているんですが、基本的にはね、まあカメラを移動して攻撃することもできるんですけれども、こういう感じで反抗戦にしたり、横になれば T 字戦にしたりということも可能になります。で T 字戦法になると小の威力が上がるので、 T 字戦法状態からこのように、ごめんなさい、ちょっと2倍速できますね、戦っていく感じとなります。で相手の攻撃がね、先ほど見てもらった通りこの辺に来ますよっていうのが表示がありますので、それを避けながら戦うシステムとなっております。で近づいてこちらのターンになると、距離になると手砲を撃って、こういう感じの戦闘システムになっております。そしてあとある程度の距離になると魚雷も撃つことができますので、魚雷等も撃って戦う感じになります。魚雷はこのように相手はあまり今のところ動かないでね、魚雷がこういって着弾するとボーンという効果力、威力強すぎるね魚雷ね。この魚雷の強さが今駆逐艦がめちゃくちゃ強いと言われている理由になるんですね。まあ簡単に倒せましたが、戦闘システムはこのような感じになっております。なのでカンコレとかみたいにね、ちょっと戦闘システムが違うなっていうことを踏まえた上で皆様には楽しんでいただけたらと思っております。大体こんな感じの戦闘システムになりますが、いかがでしょうか。ちょっと分かりにくかったなという方は事前にね遊んでみていただけたらと思います。まああとはね、戦術というのもありまして、戦術は大体今までのゲームだったら戦闘開始時点で、まあ、T 字戦を選ぶのか他の戦闘を選ぶのか方順戦とかね反抗戦を選ぶのかっていうのになっていたと思いますが、今回は自分の組んでいるパーティーの戦艦隊の種類によって合う戦術を選んでいく形となります。例えば空母戦術であれば、艦隊中3隻以上が空母である場合にダメージプラス、戦艦であれば戦艦という風になります。まあ自分は今ね軽用艦巡洋艦をねよく使っているので、巡洋艦3隻以上でやるという風な戦術を用いています。この戦術をね、戦機が同種類で揃えていくと最大ダメージが 50% まで上昇するよということがありますので、同程度で揃えるのも強いというふうに言われております。次ですけれども、まあねドックの説明に行きますが、ドックでこうやって見ていただきますと、まあ他のゲームと同様に装備を整えていって、その装備を強くすることでキャラクターの強さも増えていくというふうになっております。またそれ以外もあるんですけれども、例えばねスキルというのもあります。それぞれのスキルがあります。まあ例えば加賀だったら戦機感想ですね、航空と索敵についてのスキルがあったりとか、波程魚雷ですね、こういう航空魚雷命中時の場合浸水状態にしたりというようなスキルがあったり、
もろもろついております。あとは精密爆撃とかね、この辺のスキルがあるっていうのが、まあ、従来のゲームとの違いがあるのかなというふうになっております。そして CV 見ていただくと北村恵里さん、まあ、超有名どころの声優さんがやっているということで、とてもとても気になる、楽しいなということになっております。ちょっと早口でしたが、簡単にゲームシステムを説明させていただきました。じゃあ次はね、建造に移っていきたいと思います。まあ今回のこのブルーオースなんですけれども、従来と同様に建造をして、まあ好きな艦隊のね、女の子を狙っていく、まあ戦機を狙っていくシステムがあるというのが一つなんですね。あとはね、こちらのまあガチャっていうのがあるんですけども、まあこちら福袋とかになるんですが、ちょっと待ってね、よいしょ、こちらですね、探索というものを使って、まあこちらのね、これ推薦状というものをダイヤで買うとガチャが引けるんですね。まあ今だったら新指揮官の探索ガチャ、これ永久ということで、まあプリンツオイゲン、サラトガ、フブキ、先ほど強いと説明したフブキもこちらで手に入るものがありますし、今ね、巡洋艦シゲミツアップガチャっていうのもやっておりまして、こちらだとね、プリンツオイゲンが 1% の確率で出てくるよということで、ピックアップキャラクターともなっております。まあ個人的にはね、先ほど説明しました夕立とかね、吹雪、この2体が今のところ強いと個人的には思っていますので、このキャラクターたち戦機を狙っていくのがいいと考えています。まあ自分はね、あの某他のゲームだとね、プリンツオイゲンを好んでよく使っていましたので、プリンツオイゲンを今回は狙っていこうと思っております。まあその前にまず建造から行こうと思います。お宝を隠そうかな。まだ建造のね、どのぐらい使えばいい、狙ったキャラクターがね使って手に入るかっていうのがわからないので、だいたいよく他のゲームだと使っていました、この辺の260あたりだったかな、260あたりを高速建造を使って今回2体やっていこうと思います。まず1体ね、建造開始。30分ってことはあんまりよろしくないんじゃないかな。もう一回に、今度360にしてみようか。360をもう一回ポン。あ、鉱材が足りないって言われたので、260だったら足りる？足りるね。260をもう一回ポン。あー、両方30分か。30分って個人的に巡洋艦等の気がするんだけど、どうでしょうか。じゃあ早速高速建造2個持ってるね。1個目建造開始。お、誰だ？グリッドレイ級4番艦モーリーか。ふん、勘違いしないで。私はあんたのために艦隊に入ったわけじゃないんだからね。あんたのために艦隊に入ったわけじゃないんだからね。引っかかった？もしかして指揮官、今やっぱり金髪のツインテールはツンデレキャラかって思ったんじゃない？指揮官の顔おかしい。俺思っちゃったよ。ツンデレかと思っちゃったよ。グリッドレイ級ってことはアメリカの駆逐艦でいいのかな？違ったらごめんなさい。じゃあ次もう一回。30分は駆逐艦と思った方がいいかもですね。お、今度は通常ですね。これは誰だ？指揮官！グリッドレイ級のクレイブンだよ。ねえねえ、お姉ちゃん、これもグリッドレイ級ですね。妹ちゃんたちは？会いたい会いたい。妹ちゃんさっき来てくれたよ。多分妹ちゃんだと思う。これも同じくグリッドレイ級ってことは同じですね。2番艦で多分さっきのが4番艦だから、この子の方がお姉ちゃんってことになるのかな。ということで今回はグリッドレイ級の駆逐艦が2人出ました。では最後にね、探索で探索ガチャやっていこうと思います。まあ、吹雪は狙いたいんですけども、こちらピックアップガチャでもね、2% で吹雪、そして 1% でプリンツオイゲンが出ますので、こちらの10連ガチャをやろうと思います。20回探索すると必ず SSR が出ますよっていうことですが、20回はまだできないので、とりあえず10連をね、推薦状買ってから行きたいと思います。この辺で探そうか。どうだ？新戦機獲得。はい、プリンツオイゲン来ればいいんだけどな。
さあ誰が来ましたか。あ、なんか微妙そうじゃない。こんにちは指揮官さん。私はカレイジャス級航空母艦フューリアス。フューリアス。やっぱり私の装備が気になる。いいわ、後でゆっくり説明してあげる。 SR 以上のキャラクターちょっと触れていこうと思います。演出もありますのでね。お、来た。ドイッチュラント級ポケット戦艦2番艦。お、ドイッチュラント、アドミラルシェア。ドイッチ。ご機嫌うるわしゅう、敬愛なる我が指揮官様。なんかお姉様キャラって感じの子ですね。あらあら、これはこれは聡明なる我が姉よりも可愛いのでは。聡明なる姉、ドイッチュラント級だね。可愛いね。まあドイツ海軍ですね。わお、あと全部かぶってた。アドミラルシェルだけだね。オッケー。今度10回はね、1800ダイヤがないので、今回はここまでということになります。まあ、今回はね、ガチャはおまけになりまして、どちらかというとシステム紹介で皆様にブルーオースの楽しさを伝えたいということで、この動画を撮らせていただきました。いかがでしたでしょうか。私ね、今レベル10までとりあえずやりまして、こういうね、ゲームめちゃくちゃ大好きなので、さっきなんか、21日間報酬っていうところに、もしかして蚊が手に入るんじゃないの？おい、蚊がこっちで手に入るんかい。俺蚊が選んじゃったよ。まあいいでしょう。蚊が被るのはいいでしょう。ということで、今回ブルーオースはここまでになります。皆さんもぜひやってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また別の動画配信でお会いしましょう。それでは皆様さようなら。まったねー。この袖もともと長かったんだけど邪魔で仕方なくて、かわいい、バッサリ切り詰めたの。姫は長いままでよくやってるよ。切り詰めたらしいね。ではさようなら。まったねー。